みなさんこんにちは市営バストミカを発売します伊丹市交通局は創業70周年を記念し実際の車両をモデルに市営バストミカを販売します売り切れ次第終了となります7月24日水曜日午前10時からの販売となります販売場所は 伊丹市交通局広畑営業所観光物産ギャラリー伊丹商工会議所一部店舗を除く伊丹市内のセブンイレブンです990円で一人5個まで購入可能ですセブンイレブンは一人1個となっていますお問い合わせ先は伊丹市交通局072 七八一の三七五三までお願いします。それでは今回の痛みだよりスタートです。先日の広報痛み七月一日号と一緒に、えー、このような袋がご家庭の郵便受けに入っていたと思います。 え雑紙回収袋と書いてあるこちらの袋どのように使えばよいのでしょうか。え今回は伊丹市環境政策室ごみ減量資源化担当の北村さんにお越しいただきました。北村さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 えー、今回、各家庭に配布されました雑紙回収袋なんですが、えー、一体どういったものなのかそして、なぜ今これれを作られたんでしょうか、はいえー、雑紙回収袋はですね、はい、まあ本当は紙類というものは資源物として。 出していただきたいんですけれども、あのよく燃やすごみの中に混入して出されることが非常に多いんですね。うんはい、であのできる限り紙類は資源化してまた使ってもらうために皆さんに分別をしていただくということを啓発していきたい。その思いで作らせていただきました。はい、うん。はい。はい、でまずこの伊丹市のゴミの状況なんですけれども、えー、実は今さっき言ったように燃やすごみの中にはですね、ええ12.5%が紙類。 とということになっててまして、まあ、あの年間でトン、うん、ちょっと想像つきにくいかと思うんですけども1人1日あたりにすると大体 47g ぐらい 47g といいますと、はい、あのこの伊丹市の封筒ですね、うん、これでいうと10枚ぐらいになります。夫婦2人だと大体このガイドブックですね。 これ,も前これが大体夫婦で捨てられている、まあ、これが4人家族だったらこれの2倍ぐらいですねこれ,これを毎日毎日燃やすごみとして捨ててるぐらいの量になります。はあいやでもそんな12.5%、えー、もうそんなその資源化可能なカメルっていうんですか と思いますよね、はい、ちょっと実際のものをちょっとご覧いただきたいんですけれども、はい、あの昨年伊丹市の中にですね、うん、え燃やすごみの中にどれだけ何が入っているかというような調査をさせていただきまして、えー、その時に出てきたのがこの紙たちですね。 もう見てもららったら分かる通り重さベースでの12.5%なので生ごみとかだと水分を吸って多少重くなってるんですけど本当にまあ水吸ってないものがこれだけあるともうなってましたね, <laughs> そ,ね、うん、そしてですね、えー、とこの写真もご覧いただきたいんですけれども、えー、せっかくあのきちっと紙として分別をされてるにもかかわらず燃やすごみと一緒に出されてしまっていると。 あのこうなってしまうと燃やすごみと一緒に回収されてしまうので、まあ、焼却炉に行ってしまって燃やされるということになるんですね。<laughs> いやでも分かんないですねえそうなんですよそうなってしまわないために、うん、え今回この紙袋をきっかけとしてですねちょっとずつ皆さんに覚えていってもらえたらいいなということなんですね。なるほど、ねはい、それでこのの雑紙回収袋というのが、はい 登場したわけですね。そういうことです。でもまあ改めてですね、その腰ですかねとかの出し方について教えていただけますか。はい。えっと腰の出し方四種類に分別してください。えっと新聞、ダンボール、で紙パック、そして今日のテーマである雑誌雑多な紙ですね。でもあの新聞を丸ごととかダンボールを燃やすゴミって人はそんなにないです。あの一番やっぱり多いのは雑誌雑多な紙と呼ばれるもので。わかります。これ迷いますから。そうなんですよね。 やっぱりあのどんなものが出せるのかなということで迷われると思いますので、うんはい、この雑誌だった中の,この雑紙回収袋の裏面のところに、うん、あのこんなものが回収できますよということで紹介をさせていただいてますあの主なもので言うとまずカタログだったりとか、えー、メモ用紙やコピー用紙だったりとか、えー、チラシやパンフレットとかですねここに書いてないもので言いますとあのカレンダーだったり、うんうん あとは、あのビールの六管パック買ったら、紙ついてます。ついてます,いますああいうのがよく燃やすごみに出されがちなので。え、そういったものをまとめて、この袋の方に入れていただけたらなというふうに思います。<laughs> いやいや、昨日も出しましたよ、私。<laughs> 次からはぜひ。<laughs> いはい、わかりました。お願いいたします。<laughs> はい。じゃあ、あそれではですね、この雑紙回収袋の使い方っていうのを教えていただけます。はい。はい、えっと、先ほど紹介させていただきました。このあの雑誌雑多な紙ですね。え、これを入れてもらって、まあ、ちょっと紐で縛るとか、そういったあの。うん 風で飛ばないような工夫をしていただいて資源物の日に出してください。あ、こんな感じで。あ、そうですね。すね今あの見ていただいている通り。うん、えっとまあ他にも紙袋に雑誌雑誌などを入れていただいていると思うんですけれども、実は今回この雑誌紙回収袋一回だけの配布ということを予定しておりましてですね。うん、はい。ねあのあくまであの今回 まあこれで癖をつけてもらってということなのであの今後はですね今ちょっと画像を見てもらったようにご家庭にある余っている紙袋とかあとは普段生ごみに使ってらっしゃる45リットル以下無色透明白色半透明の袋だったりだとかあとはもうあの雑誌とか本みたいに、まあ、形のしっかりしているものでしたらあの紐で縛っていただいてうん、うん、え集団回収行政回収のように出してくださいということでご意識を持っていくこれを機会に意識を持っていいですね ですね。習慣になったりですよ、ねはい、でまあまああの普段からこの紙袋を一度あの使っていただくときにですね、ゴミ箱の横にぜひ置いていただきたいんですね。ああ<ー>、はい、なるほど。ついポーンとゴミ箱にっていうのがもう癖になってると思うので、あこっちやったこっちやったということで紙袋の方に入れていただく。で今後も家に余ってる紙袋をゴミ箱の横に置いておいて、うん、あ紙はこっちだなということで分別を進めていただけたらなと思います。わかりました。はい、はい。じゃ続いてなんですけれどもそうやってその 家庭各家庭でですねご家庭でまとめた資源物なんですけれどもその出し方についいてて教えていただけますかまず一つはあの行政改修というやつですね市役所が契約しているようなところを回るんですけども週1回資源物の日というのがあの地域ごとに。 あります。はい、で、あの紹介するときはですね、あの新聞とか空き缶と同じ日ですよというような,ま,すなまあ空き缶の出す日だったら大体皆さん頭の中にあるのかなと、うん、はい思いますのでその日に出してください。うんはい、でもう一つは集団回収と呼ばれるもので、自治会とか子ども会とかあのそういったところが個別で業者と回収の契約を結んでるんですね。で、あのー、まあ団体さんによって週一のところもあれば月一のところもあるとバラバラなので、あのー、まあお近くの自治会だったりとか子ども会さんだったりとか。うん そういうところにちょっとご確認をいただかなきゃなというふうに思います。はい。はい。でですね、あの今日のテーマはあの紙はゴミじゃないと資源ですということをテーマにしてるんですね。ゴミじゃないのでお金になります。あら。はい。えっと、あの再生資源集団回収のこの小利益というものがございましてですね。えっと、まあ資源物の対象となるのは今日メインのテーマになっている紙のほかに空き缶、あと古着なんかも対象になっています。はい。あの規模にもよるんですけれども、あの 業者からその買い取りますということでお金もらってる団体も多いですね。あのよく古本屋さんに行って古本ホン売ったらお金もらえます。あれと同じ感覚。なるほどなるほど。あの空き缶とか集めて渡したらそれがお金になるというようなところります。でプラスですね。あのこの活動を応援したいということで伊丹市からもあの奨励金を1キロにつき4円お支払いをしています。へえ4円。4円。どんな感じですそうですね。4円というとだいたいそんな反応が返ってくるんですけども、あの結構集まりましてあの1団体の平均で。 年間6万4千円集めてます,あすごいもう多いところだと何十万単位で稼ぎ出してらっしゃるところもあるので年年間間でですすよね、はい、あのこうやってあの団体さんに入ったお金をですねまたゴミ袋として地域の皆さんに還元したりとかうん、うん、イベントに使ったりだとか、うん、あとはあのお花の苗を。 あの買ってきて、地域の花壇に埋めて緑化をしていただくなんて、そんな活動に使っていただいたりしてるんであ<ー>。あのぜひぜひ、そういうのをやっていていただきたいなというふうに思っています。なるほど。はい。はいでですね、うん、あの、まあ、回収業者さんとの取引は、やっぱり、今アルミ缶がすごい高いみたいなんですね。うん、で、あの、今、今回メインでやっている雑誌雑多中身っていうのは、まあ、一円になるかならないか。一キロ、一キロあたりですね。うんうん、なんですけど、あの、市からの奨励金は、もう、全部関係なく、四円です。 ああなのであの今さっきもいっぱい混ざってるっていう話をしましたけどあの団体さんのためにですねこの奨励金をアップを目指すコツっていうのはこの今燃やすゴミの中にたくさん眠ってる雑誌、うん、雑多な紙をどれだけ救い出していくかというところがポイントになってくるんでぜひそういうことを頭に置いていただけたらこれももしかして紙で出せるんじゃないかなみたいなことを思っていただけたらいいなというふうに思います。 いいいですよね資金源とととなるということんですじゃあその燃やすごみではなくて資源物として出すことでその自治会単位で集めていると結構なま金額になる、ね、ということなのでね、はい、ま地域のためにつなげていただいて是非ご家庭で分別して資源の有効活用 に実践してもらいたいと思いますけれども、え、他にですね、何か注意点っていうのはありますか、はい。そうですね、あの地域活動に役立てられているこういう資源物なんですけれども、うん、やっぱりお金になるだけにですね。あの第三者に持っていかれてしまう、持ち去られてしまうという話を、ちょこちょこ聞くんですね。<laughs> はい。で、あの、それで、まあ、集団会社団体さんからの求めとかもありまして、うん、あの昨年ですね、条例を改正いたしました。はい、こちらです、ね。はい、で、はい、さっき対象となってた三つですね、この古種類、で、古着類、空き缶、この三つですね。 これを第三者がその決まったところから持って行ってはいけませんよというふうにえ条例を改正いたしました、はあはい、でこの半年ですねパトロールとかを行いながら周知啓発を行いまして、うん、いよいよこの7月から施行というふうになりました、うん、え違反すると20万以下の罰金となる可能性がありますということになっていますなるほどねこういうい姿 時々見られてますもんね。まあまあまあね。じゃもしそのそういう風にですよ。間違え持ち去っている人を見かけたら、まあどうしたらいいんでしょうか。そうですね。あの直接お声かけされますとあのトラブルになることがどうしてもありますので、あのそれはやめていただいて。まあ例えば車だった場合はナンバー控えていただくだとか、あの自転車の色だったりどんな人だったとかそういうような情報をですね、あの市の方に連絡をいただきたいんです。あ、市の方にそうですね。そしたらその現場あの我々パトロールに。 たりしますんではいそういうことでまずはあのご連絡くださいということでよろしくお願いしわかりましたはい、はい、でえー、っと、うん、まあプラスですね、うん、あのここからは取ったらいけないんだよということをきちんと示すためにですねは、うんえー、こういったような看板を用意しました はい、この下のところにあの資源物持ち去り禁止ということも書かれていて上にはあのゴミの分け方と出し方ですねうえそういうのを書いているようなものを用意させていただきましたので、はい、えと今自治会さんを通して配ってますので、うん、あのぜひ掲示にご協力いただけたらなと思います。なるほど、はい、じゃあそののゴミステーションのとこころにうういうのが、はい 貼られたりしてるわけですねまあその看板が、えー、とある時はいいですけど取り付けられない場合とかはどうしたらいいのか、ね、そうですか、ねはい、道路上にゴミステーションがあってあの取り付けられないという場合は <laughs>、うん、あのネットをかぶせてられると思うんでそこにこうつけれるような形でこういったあのナと呼ばれるような製のものを用意してますのでこれもまた合わせてご利用いただけたらなと思います。ほ よくできてますけれどもね。はい。まあまずはその今回のことをきっかけにですね、はい、皆さんが一人ずつこう意識をね、つか、はい、めてね、ねしていくと、どん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 、はい、今後ね、ゴミ捨てるときには違う。そうですね。 これは違うっていうふうなことにつながっていって、はい、地域の活動にもですね、えー、なって資金源となっていくということでいいんですかね。そうですね、はい。ありがとうございます。<laughs> はい、えー。今回はですね、広報伊丹市七月一日号と一緒にですね配布されました雑紙回収袋と、えー、紙類の資源物回収についてお話を伺いました、えー。この取り組みに関するお問い合わせなんですけれども、こちら伊丹市環境政策室ごみ減量資源化、えー、担当 までお願いいたします。零七二七六七の一零三八までお願いします。はい、では北村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。